12球を守るゴールドセイントがあっという間に倒されてしまった。ついに最強の敵、悪に身を落とした男、ルシファーが魔界地獄から蘇ってきたのだ。神以上の存在になろうとする彼を抑えられる者は全宇宙を探してもいない。そして地上の人間たちを救うため彼の出した条件はただ一つ、それはアテナの命。セイントセイヤ最終聖戦の戦士たち。